A-2期、昨日放送の行列のできる法律相談所に出演し、ダンスの実力を絶賛されて話題に。宮脇さくら、アイズワン出身イチェヨンを応援。Mネットストリートウーマンファイターで再びサバイバルに挑戦する。私は一人で暮らすなどの MC で活躍しているタレントのパクナレ、イテウォンに6億円相当の住宅を購入。香港俳優ジャッキー・チェン、中国共産党に入党したいという意思を明かしたと中国メディアが報じたことを韓国でも報じられる。YouTube チャンネルカロセロ研究所、水産業者ゲートの主犯者がポハンのプールビラで性接待をした中に、有名ガールズグループのメンバーがいたと暴露。キョンミナ、自身のインスタグラムのプロフィール紹介文を修正。ユシとの正確な真実と、紳士と私について勝手に判断しているすべての噂の真実。皆さんが気になっているすべて、推測している些細なこともすべて明らかにします。順番に。すべての批判や指摘は甘んじて受け、考える時間と自粛する時間を持った後、明らかにします。女性 BJ 兼 YouTuber のロボンスン。過去に男性マッサージ師を呼んで買い張るしたことやゲームアイテム2500ウォン詐欺で前科があることを明かして騒動に。